皆さんこんにちは。最新企画、世界の最新医学論文をみんなで語ろう。よいしょ。日々ね、私は最新の美容情報だったりとか医学情報を言ってるんですけれども、はい、医学論文を読めるパブメドっていうサイトがあるんですけど、そこでいろいろね注目の論文をピックアップするので、のぼりくんと語り合っていこうっていうコーナーをちょっとやっていきたいと。じゃあ僕は普通の、そうそうそう、これってどう思う、はいはい、みたいな。論文っていうのはこれからも研究していきましょうみたいな投げかけだったりもするので、これが絶対ではないですから、うん、ただね、結構論文って面白いものだったりもある、分かりやすく皆さんとね、あとのぼりくんと楽しんでいこうかなと思います、はい、まずですよ、カフェインに対するとかコーヒーに対しての論文って多いんですよ。2025年の論文の一つなんだけど、はい、運動やカフェイン摂取が老化に及ぼす影響はっていう論文なんですけど、どう思う？普通に考えたら運動したら老化を遅らせて、カフェインを取りすぎると老化が早まっちゃうっていう、ね、うん、確かに世界の病気の半分は加齢によるものだと。だから、その高加齢っていうものがやっぱり健康にはすごく大事だっていうところから始まってるわけ。高加齢、加齢を、ハイカロリーなカレー、抗うカレーよ、高カレー、高カレーです。なのでまずは運動のレベルだったりとか、はい、カフェインの摂取量で生物学的老化の相関を調査しますっていう、うん、例えば週あたりの運動量の時間とカフェインの摂取量っていうものをしっかり見たんだけれども、人種だったりとか、あと肥満とか所得とかも全部見て決めてるんだけれども、実はあんまり面白くないのかもしれないんだけど、運動量が多い人の方が加齢を抑えるっていうのは分かったんだけど、カフェインはどうでしょう？カフェイン摂取は影響しないっていう、結構意外じゃない？確かに。コーヒー飲むとさ健康になるみたいなところがあるんだけど、カフェインっていうものはそんなに健康レベルには関係ない。どちらかというと運動の方がいいよっていう。なるほど。カフェインを飲むことによって若返りっていうことはそんなにないですよっていうことですね。そうなんですね。結構ね面白いでしょ？いや面白いです。次にメンタルヘルス改善にはバドミントンが効果的、ちゃんとこれ論文になってんの？どんな論文ですか？すごくない？きっとバドミントンが好きなところがやったんだろうね。バドミントンは睡眠障害がある大学院生の睡眠の質を優位に改善し、不安レベルを低下、安静時心拍数の低下をもたらす可能性が示唆されたって。すごくない？この論文、単に運動したらとかじゃなくて、いやいやいや、これバドミントンってところもバドミントンがいいと。バドミントントレーニングの種類の違いによる効果みたいなことが書いてあるから、不眠だったりとか不安を感じる学生さんにバドミントンに特化したトレーニングをしてもらってるっていうところなんだけど、睡眠の質が良くなったりとか不安レベルを低下させるって書いてあるわけ。ドキドキするとさ、まあ、不安だとちょっと心拍数が上がる、それも減少する。お薬とかは一切使ってませんっていう、すごくない？だから専門的なバドミントントレーニングは精神的健康と心臓血管の健康を高めるために根本的な応用があるって書いてある。すごくない？すごいですけど、他の運動だったらどうかっていうのは僕は気になっちゃいますね。実験グループは12週にわたり週3回1回1時間のトレーニング、確かにバドミントンじゃなくても良かったのかもしれないけれどもそうそう、運動はいいみたいな感じ。でもやっぱりさ、だって160人の大学生を無作為に分けてだよ。あ、まあ、確かにそれをやってるのはすごいですね。ね、確かにさ、バドミントンってさこういう運動じゃん、はい、今の人ってさ丸まってるじゃない、まあ、確かにそういう意味だと確かに、そうバドミントンじゃなくてもバレーボールでもいいかもしれないけど、確かに確かに、寝れないとか、はい、不安があるときは外でバドミントンするはありなんだよ。軽くできますもんね。うん、息が上がるぐらい。も、はい、僕もよく道路でやってました、まあ、道路でやってた子供の頃、その家の前のね。あ、これからさバドミントンブームが来るかもしれないよ運動しましょうって言うけど、はい、なかなかさ、ね、行けないじゃん。だけど公園でバドミントンだったら怒られないんじゃない？ボールはダメ、ボールはダメだけど、はい、バドミントンだったらさ、ね、いいじゃない。最近不安を感じるなとか寝れないなっていう人はぜひバドミントンをされると、1時間ってちょっと長いかもしれませんけれども、楽しんでやるとね、確かにバドミントン今後ね普及していくんじゃなかろうかと。あとはですね、コーヒーの研究とかも結構あるんですよ。さっきに続いて、はい、たった
1、2杯のコーヒーで便秘のリスクが低下。おー、これ嬉しい人多いんじゃないですか。ね、コーヒーさ飲む人も多いから、飲酒とコーヒー摂取と便秘の関連性のデータになります。コーヒー摂取と便秘との関係は依然として不明であり、本研究の目的はコーヒー摂取と便秘のリスクを調べております、はい、ということでですね、2007年から2010年の参加者7844人をすごい対象にしてますよ。コーヒーの摂取量は24時間の食事量から見たっていうところですね。あとカフェイン入りのコーヒーとそうじゃない人っていうのもちゃんと見ています。1日3杯の摂取で便秘リスクが 88% 減少したって書いてある。カフェイン入りのコーヒーを毎日 1,2 杯摂取することは一般集団における便秘リスクの低下と関連したって書いてある。なるほど。したがって適度なカフェイン入りコーヒーの摂取は一般集団における便秘の管理するための有効な食事戦略となりうるって書いてある。すごく面白くない？アルコール飲んでる人だと影響はするんじゃないかっていうことも書いてあるけど、もちろん腸内環境の餌になるようなアルビナコイドとかをねしっかり取った方がいいんだけれども、意外と便秘だけで見るとコーヒーっていうのもいいのかも。のぼりくん便秘は？便秘ではないです、ね、なさそうだね、はい、会長そうだね、もりもりな感じです、ね、もりもりな感じ、はい、でもなんか硬いなみたいな時はやっぱり、じゃあもうコーヒーだでもさ、ぶっちゃけさ水分を取ろうみたいなところ、まあ確かにね、かもしれないわね。確かに確かに。あとは、はい、最近さメンタル病んでる人も多いと思うから、一人笑いはメンタルヘルスに影響をする。え、私さ独り言多いの。確かに確かに。人から見てたら恥ずかしいっていうかさ、まあまあ、やばいじゃん。でも実は一人笑いっていうのは、はい、メンタルヘルスを改善するかもしれないっていうことなんですよ。笑いは社会的行動として捉えることが多く、一人で笑うことはしばしば疑わしいとされ病的にさえ扱われてきた。孤独な笑いは精神衛生上の問題の兆候となり得る。あ、まあ、ほら一人で笑ってたらちょっとおかしいけれども、実は笑いが精神衛生上の利益をもたらすんじゃないかっていうことで、笑いとウェルビーイングの研究をしましたっていうことなんですよ、はい、笑うっていう行動自体はやっぱり自分のメンタルヘルスにはプラスだから、一人で笑うでも自分が楽しければ笑った方がいいっていうことよ。素晴らしいわね。のぼりくんとさ、はい、わっはっはみたいな感じで笑って楽しくしてるじゃない、はい、それも大事なんだけれども、例えばアニメを見て一人笑うとかさ、うん、本を読んでてクスクスって笑うとかもメンタルにはいいよっていう、うん、だから笑いってどんな時でもいいよっていうことじゃない。いや確かにそうなんですね。最近何で笑った？最近何で笑った、うん、先生がさっき言い間違えたりとかした時に心が和むわよね。はい、そうですね。あと最後にチーズの肥満予防についてっていう。チーズ好き？固形のチーズ食えるんですけど、うん、ピザとかとろけちゃってる方のチーズの方が僕は。あなたそれは美味しいわだけれども、まあ、乳製品の摂取と肥満リスクの低下との関係はいくつかあるんだけれども、はい、乳製品の消費が多いと、まあ、基本的には体が大きくなるって言われてるんだけれども、チリの成人におけるさまざまな種類の乳製品の摂取と肥満との関係を評価するものなのね。なるほど。でいろいろ見てると、実は肥満の被験者は標準体重の人よりも乳製品の消費量が少なかったんだって。意外じゃない？いや意外っすね。そう、さらにチーズの摂取量が多いほど肥満リスクは優位に低かったって書いてあるのよ。結構意外よね。だから他の種類の乳製品の摂取量との関連は示されなかったって書いてあって、はい、結果としてチリの成人のサンプルにおいてはチーズの摂取は肥満リスクの低下と関連してたんだって。摂取した方がいいと。いいってことなんだけど、でもチリの人だから人種によっても違うかもしれない。のぼりくんどう？チーズよく食べてる？いや食べてないです。あ、摂取してないからよチーズ食ったら痩せます？チーズを食べたら痩せるんじゃなくてチーズを食べるような食生活がいいんじゃない？僕もブラータチーズとか、そうそうそういうこと、トマトと一緒に家で食べてます。そうだからそういうのとかサラダに入れてとかそういうことなのかな。でもさチーズってなんか太りそうな気は。なんかこうとろけるチーズはチリにはないんじゃない？ダメな方のチーズですか？そうだからチーズってさ脂肪分も確かにあるかもしれないけれども、はい、悪そうじゃないじゃん。食べてる料理ですかね。やっぱ料理だと思う。地中海料理とかってさ、はい、モッツァレラみたいなチーズとかさ、カビ系のチーズとかもあるから、はい、とろけるチーズじゃなくやっぱチリの人が食べてるようなチーズは体にいいんだよ。論文だけを読んでさ、はい、飛びつくわけにはいかないから、まあね、その裏を読んでいくっていうことは面白いなと思う、はい、面白い確かに。
どうこのシリーズ、いろいろ幅を広げて、うんうん、更年期のについてあったりとか、あ、そうね、いろいろちょっと見て、はい、高評価あったらちょっとこのシリーズ続けていこうかな、はい、うね、なかったらあってさせていただければと思います。す、ね、はい、ということで今日はいかがだったでしょうか。ちょっといつもとは違う感じでしたけれども、面白かったよという方はぜひ高評価ボタンだとか押していただけると嬉しいです。あとコメントにね、こういう論文見つけたんですけどみたいなことも書き込んでいただけると嬉しいです。今日ものぼりくんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。